韓国放送通配信をやってるですね。ニコニコ生放送最後のスーパートリテことですね。スターロン横山です。よろしくお願いします。いや、具合がクソ悪いですよ。もう体調が本当にバッドエンドに悪い。本当に体調が悪くてね、昨日さ、旅部っつう番組で、3日間はきついな。車の中で往復6時間はこたえるよ。後ろ座席で。もう本当にね、今日一日ぶっ倒れてたわ。さてさて、暗黒ルール、皆さんに初めて見る人に説明しなければなりません。暗黒ルールとはですね、私が作ってる暗黒放送という配信における自分自身に課せたルールです。強要ではありません。まず出会いません。配信使ってですね、女と出会おうとするバカ。ね。最近もカップル放送ばっかりで気持ち悪いでしょ。なんか2歳とかさ、あと、ね、眠子お嬢カップルだとかさ、ね、あと、黒沢と、なんか、名前忘れたけどね、女カップルだとかさ、イノシシと、なんかその、ね、なんか声のハスキーボイスの女とか、もうそんなんばっかり大仏とかさ、もうそんなのでもう出会いたかったら勝手に出会ってろ。な、そんな見せつけんな。はい。んでね、馴れ合いません。配信使ってですね、コラボだとかさ、そんな馴れ合いばっかじゃん。馴れ合いしてる最中にコメント読めないのね。楽しいことしたかったら、馴れ合わずに自分一人でやれよ。な、馴れ合いません。で、嘘つきません。リスナーさんに対して嘘はね、決して申し上げません。嘘つきは泥棒の始まりと言います。嘘つきません。で、こじきもしません。右上のね、プレゼントボタンからギフト投げられるたびにですね、カップカップとかやってね、ほんと、薄ら寒い芸やる人、配信者が多いです。な、七原とか、馬込とかね、眠子とか、な、他のね、小舟場とか、こじき一切しないでしょ。リスナーが本当に大事で好きな人は、こじきなんかしません。人からお金なんてもらえません。自分の力で稼ぎます。配信者がですね、ギフトをもらうことをですね、良しとしないね、私のルールです。で、笑いません。ね。リスナーさんの前に払いません。ね。笑いはしません。以上です。ね。以上のですね、暗黒ルールをもとにですね、配信をさせていただいております。まあ、プライドが高いとは配信者向いてないじゃないですか。プライドなんか持ってなくて、あくまでピエロでないと配信は向いてません。明日ハロウィンの、まあ、それなんだけどね。ちょっとニュース見た？ニュース見たらですね、ドイツもこいつも、マスコミが来るな来るなって牽制してるんですよ。まあ来たやつは悪みたいな感じでさ。来るな来る、どこ、だって渋谷区長のさ、やつが、渋谷区長がね、バカ騒ぎをするしに来るなって怒ってんだよ。なぜか知らんけど。区長が渋谷に来るなって言って。これはね、行くなっつうことなのか、やるなっつうことなのか。でもさ、俺もね、バカは来るなって言ってんだよ。バカは。どの立場で物言ってるか知らんけど、バカをしにね、バカは来るなとか言っちゃってさ、で、バカ者たちのためにね、税金投入したくないとか言っちゃって。そう、池袋は歓迎してんの。でも渋谷は来るなっつってんの。何なんだろうな、この差は。だからさ、いや別に俺はね、約束は守るよ。本当に嫌だけどね。約束は守るのは、もうね、俺も逃げないから。正直言って、こんなさ、ポコチンね、こんなさ、こんなバカなか、こんな間抜けな格好をして街歩いたらさ、一生俺、国会議員になった時に、あ、チンポマン？あ、あん時のチンポマンですよね、あなたって言って、チンポ先生とか言ってさ、やじられたら俺ガチギレするから、鈴木宗男に飛びかかる勢いでガチ切れするから、その瞬間に。嫌なんだけど、ね。もうやらなく、あ、ほら、今言ったぞ、黄色ビッグ文字のやつが、やらなくていいよってやつもいるの。ね。黄色ビッグ文字が今ね、やらなくよっていいよってやつ、俺もそう思ってんだよ、実は。この流れでやっても、なんか寒いじゃん。ふーっていうぐらい。ふーってなんか、なるじゃん。なんか。こういう黄色ビッグ文字みたいなやつがいるの。ね。いや、いるんだって。見てほしくて、色付き文字して。わざわざ。ね。いや、俺、でもやるとは言ったからやるよ。
それはね、ちゃんと、それでもし、やっぱりやりませんって言ったらさ、また嘘つきは学ぶの始まりって言われるじゃん。また横山みどりは嘘つ、また嘘つくのねって言って、ね、とろみが言ってたもん。なんか夕方ぐらいの放送で。横山さんってさ、あれやる、これやる、何やっても企画だけでやらないよねーとか言ってさ、なんか嫌みったらしいこと言ってたんですよ。で、それ聞いてカチンときたから、だから、それはやろうと思ってます。やることはやるよ。それは逃げません。最初からね、こめかしで、やりたくないとか言ってさ、ね、私やった方が面白いと思う、もういいでしょ、ね、ね、ねえって質問攻めしてさ、コメント稼ぎで結局やるタイプ。いるじゃん。やりたくないんだけど、もう二度とラーメンマンやれないからとか言っときながら、絶対ね、やるくせに、やらない、やらない、嫌だ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 って演技してさ、やるやついるじゃん。本当はやりたくてうずうずしてるくせに。でも俺はやるって言ってるから、そこはやりますよ。最初からそんな米稼ぎせずに、しっかりとやるよ。それはね、約束だから。やりたくない気持ちはマジだよ。本当にやりたくないけど、でもそれはね、約束したんだから。まあ、あれしかね、そうか。あれしかネタがない人はかわいそうだね、それは。え？ザーメンマン嫌だよ。なんだザーメンマンって。電車移動だよな、分かってんな。ごめんなさい。一つだけお願いがあるんですけど、電車移動っつのだけは、誠しやかに勘弁してください。電車移動だけはどうしても申し訳ないけど、サラリーマンの乗ってる中に、こんな格好したやつが電車に乗り込んでてきたら、世も末だろ？ねえ、こんなさ、バカみたいなさ、格好して電車乗り込んできたやつがいたら、人に迷惑かけるの嫌なのよ、俺は。一つだけ言うけど、人に迷惑をかける行為はしたくないんです。だから現地で着替える。現地で。ね。現地で。な。電車があるから意味があるんだよ。どんな意味か、じゃあお示しください。電車でやるから意味があるっていう、じゃあどんな意味が求められるんですか？お示しくださいよ、そこは。迷惑かけるでしょ？満員電車で。それが嫌なの？ハロウィンだから、ハロウィンかどうかっつうのはまた、でも、警察が多分突っ飛んでくるんだと思うな。まあでもさ、最初からあれもダメ、これもダメ、もっともっとダメだって言ってさ、最初から自分でさ、制限つけてきたから今の俺になっちゃったと思うのね。だから今回は、制限つけねえようにするよ。攻めるわ。攻めるか、さ、攻めれる。こんなたかがコスプレごときで攻めれてるかどうかっていうのはわかんないけど、ねえ、ちゃんとリスナーさんとの約束は守りたいなと思いますよ。やります。米稼ぎしてね、もうやりたくないとか言ってるやつと違うと、俺はやるって言ったからやるよ。もしこれで俺がやらんかったら、ね、謝るから。それは謝るよ。もしこれでやらんかった場合、謝るから。何時からやる？何時が盛り上がるこれ分かんなくてさ、何時が盛り上がるの一番。何時が盛り上がるの？教えて。夜7時？じゃあ8時ぐらいに行こうかな。夜パチぐらいに、夜7時からってことは8時ぐらいに着くようにするよ。ちょうど。ちょうどね。ちょうど。朝やったら、朝だけは本当に無理でしょ。朝、誰もいないでしょ。っていうかさ、思うんだけどさ、まあ今更うだうだ言うつもりないけど、あんな警備をさ、バーってやるから余計騒ぎになってないの。無視が一番効くのにさ、なんか例えばさ、調べたんだけど、路上に座ってお酒飲むの禁止なんでしょ？そいつらだけをさ、しまればいいんで、悪いことする奴がいるから迷惑なやつ。他っときゃいいじゃん、そんな大々的な警備してさ、こんな大きい警察官何人も呼んで。他っときゃいいじゃん、マスコミとかも。なんか、こんなとこにバカがいるぞって言うからみんなさ、バカが集まるんだ、指さすから。ね、明るいところにね、ホタルが集まると一緒でさ。ハロウィン今年わからん。どうなんだろうね。でも見た限り、ニュースで見る限りは、そんなに盛り上がってないらしいわ。逆に渋谷の人たちはもう、他に移動してるらしい。池袋とか新宿とかに。予約しろ？わかった。予約するよ。予約する。はい、予約する。で、俺掃除もするよ。
時間があれば。渋谷区をね、ゴミ捨てられてたら俺も昔みたいに掃除するから、お掃除隊作って。昔やってたじゃん、ハロウィンの後に必ずお掃除な。コスプレ着る練習？コスプレ着る練習って、まあでもそうだな、一応それは言えてるな。一応下に放り込んでさ、あるんだよ。ここの下に放り込んであるんだよ。着方が分かんねえんだよ、これ。どっからこれ買うわけだ。どうやって切るの？距離は切れないの？多分これが膨らむんだと思うけど、でもここから風が出るんだけど、なんで？あ、こういう、あ、わかった。どうやってやるんだろう。え？ちょっと分かりません。ごめんなさい。ちょっといまいちね、後ろにチャックがあるんですよ、これ。で、チャックをこうやって上げて閉じ込めて、で、おそらくね、ここに空気出るは中のね、これを、これで風船みたいに膨らませるんだと思うんですが、ちょっと一人で切れませんね、これは。とてもじゃないけど。一人で切れません。申し訳ないです。早く立たせろ、ふにゃちんって。難しいんですよ、これ。海外製のものだから。海外製のものだから難しいんだわ。説明が適当だし。あとなんか顔がね、顔がこっから出さなきゃいけないらしいんだけど、結構、よくわかんないね。ごめんなさいね。今着て破けるとさ、そう、確かにね、今着て破けると、一人で切れ、これ、まず一人で絶対切れない。背中のチャックを上げてもらわないと、ここのね、このなんか、チャックを。それができれば切れるんだけど、どうしてもね、一人で切るのが、無理なんですよ、これ。むずいな、これ。本当は着てあげたかった、着てみたかったけど、本当は着たかったんですけどね。ごめんなさい。当日はマスク外せよ。いや、だってマスク外したら顔バレるじゃん。やめてよ、そんなの。
怖い。誰も顔、誰も素顔なんか見たくないし、求めてられてないんで。誰が素顔なんか見たがんねん、そんなもん。いい加減にしとけよ、マジで。誰が素顔なんか見たがるんだよ、これ通りにやらなきゃいってはいけないの、それか。このへんてこりな外国人通りに、こうやってすっぽりと顔だけ出さなきゃいけないのか、これが。渋谷でさ、区長が来るなんて言ってる中で。どうやってやるか、本当にわからないんですけど、これ。どうやってやってんだ、これ、本当に。ここに空気がドライヤーみたいに出るんだけど、どこに設置していいかがわからんわ。これがわかればね、まだ俺もね、どこにもこれ書いてないんだんですよ、しかも。説明書が入ってないからさ、外人の。だから、説明書ないないない。入ってないんだもん、これ、いい加減だから。ああ、これかな？書いてあるんだけど、韓国語でわかりません。なんて書いてあるかがわからんし、よくわかんないわ、これ。わかんないよな、これ、本当に。どうなってんだよ、これ。橘マスクなら許す。ああ、これか。これね。この橘さんの、ね、橘隆の、このマスクね。これか、これはまあやりやすいけどさ、これ。これね、これぶっ壊すってずっと、こうやってずっとさ、ずっとこれぶっ壊すって言ってればいいだけだから。でもこれはさ、なんか、ねえ、もうリスナーさんも飽きてるだろうし、そんなんだったら顔出してねえし、意味がないって言うだけだから。お前、橘にチンポマスクを。それは確かにそうだな。この格好でさ、こんなチンポマスクかぶせたらさ、票が逃げるわ。N 国党の票を減らすことになっちゃって、支持率が減っちゃうからさ、やめよ、あんまり迷惑かけんのは。T ポイント下がってんだからさ。でも、そう、着させ方が分かればやりたいけど、着させ方が分かんなくてさ、これどうやってやるのか教えて、誰か。なんかこれとこれをくっつけるらしいんだけど、ただ、もう、韓国人が作ったかじゃ、英語で書かれてて、なんか、よくわかんないんですよ、ここの説明の風が。全然わかんなくて、これが。全然これ見るとわかんないんだけどな。もう、なんで空気が出る、はい、たまらないんだ、これ。せっかくやったのに。どうやってつけんだ、これ。これか。あ、あれ？こっから空気が出てるな。こっから空気が出てる。いや、わかんない。いや、だって、本当にわからねえんだよ、これ。いや、わかればやりたいけど、わからないから困ってんだよね。多分ここの穴にさ、これを装着するんだとは思うけど、でも、もしかして逆か。あ、わかった。わかったわかった。これ俺外にはめてたけど、中に入れるんだわ。これだわ。あ、そういうことか。いや、今わかった。マジで。そう、外じゃなくて、今中に入れるんだよ、これ。ありがとうね。そういうことだわ。今わかった。まあ、これやるとまたね、わざとだ、わざとで叫ぶ、ね、キズたちがいるけど、あ、これでいけるんか。ああ、わかったわかったわかった。わかった。これこれ。
いや、ありがたいよね。これでももう、わざとやってくれるって思ってくれる人がいるのが本当ありがたいわ。いや、伊達にこれまで頑張ってきた甲斐があったよ。でも本当にこれね、俺天然で、マジで間違えてるからさ、自分で言うのもなんだけど。怖いわ、自分自身が怖いってなんで。どれで言うんだけど。それでも、ね、久保田は計算ずくで間違えてくれたって思ってくれる人がいるのは、本当にありがたいよ。お前、わざと間違えてる。あとは？あとは？どっかいるの？あ、これか。いや、でも手で持ってていいのに、手で持ってて。足を出すところがあるへえ足を出してここに足入れるところがあるわこれすごい着づらいぞこれこれちなみに言うと1回着ると脱げれません相当脱ぐの大変ですこれ相当脱ぐの大変ですねこれ今見たけど一回履いちゃうと、脱ぐのが至難の業だわ、これ。あ、ここか。分かりづらい。あ、破れそう。チャックが上がらんあと、チャックが。チャックが。チャックが。チャック。チャックが絡んでる。ちょっと待って。全然ちょっと待ってチャックが全然上がらない。あれ、ちょっとチャックが届かんがし。あれ、ちょっと脱げなくなっちゃった。ちょっと待って。ちょっと待って。チャックが手届かんかった。ちょっと待って、マジで緊急事態が起きた。ちょっと待って。届かん。
延長。あとね、暗いからこれつけようかなと思ってる。ちょっとキャップが取れないんだけど、ね、これ明るいな、結構。ちょっと、ただ、待ってな。これを中に入れるの？ない方がいい？ちょっと待ってな。チャックが届かない。やっぱダメだな、これは。きつい。ちょっとわかったことがある。これ一回着ちゃうと一人で着脱ができない。これを着てしまうと一人で着脱ができなくなっちゃうわ。大変だわこれ。ちょっと、きついよこれ。これできんの？絡まっちゃった。脱ぐ必要はない。あるでしょ。だって配信会であんな格好で歩きたくないもん。当たり前じゃん。何言ってんの？配信外であんな格好で何しろっつうの？配信あるからまださ、救われてるけど、あれで配信外であんな格好でどこに行けっつうの？誰が喜ぶのあれやって、配信外で。電車の、乗ったら乗ったで、ガッツチャンネルの中島に怒られるわ。お兄さん何やってんですかって言って。警察来ます？今すぐって言ってさ、ね、不審者に対してあの人厳しいからさ、これどうやって消すの？これこれ消えないのよ。反社に負けるのは嫌。それは反社かどうかわかんない。でもさ、あんまりさ、いや俺もさ、もう若い時だったからいいけどさ、若い時だったら全然ね、やれるんだけどね、もういい年した大人がさ、
ユニコとかでチンポの格好をして歩くっつうのもね。だってコメントでもうすら寒いってやつもいるわけじゃん。そんな久保田さん見たくないとか、もっとトークで楽しませろと。ね、そんな奇抜な格好をしてね、笑いを取るよりも、トークで笑いを取れって言う人もいるんですよ。チンポマンでゴミ拾いしろ。まあ、ゴミ拾いはやろうかなと思ってますよ。渋谷のね、治安のために。それはやるよ。いや、とりあえず約束は約束なんで、いや、やります。ただ、ちょっと一人で切るのが大変だから、ちょっとそこだけ手伝ってもらってから。やってもらってからやるわ。ああ、明日雨降ったら、あ、ちなみに雨降ったら中止ね。ごめんなさい。一つ言うわ。明日もし雨が降った場合は申し訳ないですけど、フェスティバル中止ってことで、そこだけお願いします。雨天中止です。雨天は。雨天は中止します。雨天は。夜ね。だからアンチの人は雨が降ることを祈ってください。あとさ、万が一だけど、これでおまわりさんに捕まっちゃったら、俺怖いことに、もしかしたら海外旅行行けなくなっちゃう可能性があるんで、ちょっと慎重にしたいです。確かにあれ、警察に逮捕されると出航できないしよ。怖い。帰らせてくれるのかな。ならいいけど。ならいいけどな。いやー、怖いなー。そこだけが俺別に自分がさ、なんか人に迷惑かけなければいいんだけどな。そこだけです。人に迷惑かけなければいいよ。で、電話？もしもし？もしもし、誰？ゴロリ？すみません、ちょっと重要なことがあったんで、お電話差し上げたんですけど、あ、じゃあ配信会で、配信。渋谷は、ハロウィンが来るなって言われてるので、なので、渋谷に行って、それで来るなっていう看板がドーンと出ていて、で、みどりさんがそれ見て、あ、やらなくていいんだっていう風な流れになるのは、ちょっと寒いので、やめていただきたいなと思って。なんで先にオチを言うんだよ。え、俺がそれ見て、貼られてんの？もしかそれはちょっと寒いと思うんで、ちゃんと公認してる蒲田か池袋に行っていただきたいなと思いました。蒲田と池袋は公認してんだ。はい、確かそうですね。歩いていけるの？その渋谷から。いけるのかな？蒲田とか渋谷と池袋って近かったっけ？隣じゃなかっ渋谷た？と池袋近いですね。原だってでも渋谷は来るなって言われてるんで、コスプレしない方がいいと思います。あ、すると誰もやってないの？今やってる人いるかもしれないですけど、後で怒られるかもしれないなと思っなんでて。来るなって、じゃあ、あいつら言ってじゃあ、んの？すいません。それじゃあ、以上で。すいません。お邪魔。え、渋谷ってなんで来るなって言ってんの？そもそもは。そもそも論として、ね、外国人たちが路上に座って酒飲んで暴れたり、車をさ、こうやってなぎ倒したり、ラーメンのさ、お金入れるところにさ、お酒をつぎ込んでぶっ壊したり、そういうバカたちのがいるからおかしいんでしょ？だって、普通に楽しむ分には誰にも迷惑かけてないと思うんだけどな。それをなんで渋谷のさ、権力者がさ、来るな、来るな、来るなって言ったらさ、そんな筋合いあるのかなと思って。もしもし？あ、エージェント君？本日下見してまいりましてですね、覆面して歩いたところ、問題なかったでございます。え、誰、問題ないっていうのは、他にいたの？いないの？完全にいつも通りです。で、え、なんか移動するのであれば、車両準備いたしますので、お待ち。
で来るなっていうさ言ってるってことは来るなって言ってるんだね。逮捕犯罪なのかどうかが思え犯罪なんですかねこれって。要はね、ハロウィンの日に奇抜な格好をして街をかっ歩して歩くのはさ何罪だよ。何罪って、そうそう、だからさ、俺罪じゃない、犯罪ではないじゃん。例えばコスプレして歩いたら罰金5万円だとかさ、本当にやる気があるんだら渋谷区そうすればいいじゃん。本当に渋谷区がね、やめさせたいなら、ね、30と32日は奇抜な格好をして歩いた人間には罰則を、ね、5000取る規定を定めますって言ってさ、やればいいのに、中途半端に、そのね、やるからみんな寄ってくるんじゃないのと思った。で、何、集まるなって言っても、上流、迷惑防止はそうだよなと思って。でも逃げません。やります。ちゃんと予約しようかな、ね、今から予約しようか。じゃあ俺が逃げられないように。どうせ久保田は逃げるって言う、さあどうせこいつは当日になったら逃げちゃいますよっていうやつがいるから、うん、じゃあ今からどうせね、はぐれメタル横山と言われる筋合いもないんで、じゃあ生放送で予約する。明日の8時でいい。じゃあ明日のあの20時でいいっすか。20時で。だって19時はさ、19時はちょっと早いな。ねえねえねえ、本番開始は何時からなの。朝の8時はさすがに場違いにも程があるよ、うん、あ、ちょっと予約するのやめよう。ちょっと予約まだしない方がいいわ。様子見るわ。なんでクーラー電源ついた今。寒い、飛んじゃった。いや仕事が、じゃあ20時でいいよね。20時で。いや予約はし通りますよ。20時でいいよね。まあ時間なんかこちらで決めればいいか。20時渋谷で。あ、タイトル考えて。じゃあタイトル、リスナーさんに宿題、タイトル考えて。タイトル考えたら後それ入力して入れるから。渋谷事変、チンポ漫画行く。嫌だな、そのタイトル。22時でいい。それでもよかったら。え、チンポマン、出勤チンポマンって出勤じゃないし、別に仕事じゃないんだから。お掃除チンポマンが、うん、いや、じゃあちょっと、アンケート決めるわ。もうマジで嫌だけど。じゃあ、これね、あとタイトル、明日のタイトル、面白いのがあったら入れるわ。うん、何？渋谷にポコチンマンが、渋谷にポコチンマンが来たぞ。あとは、出勤チンポマンで、全部一緒な気がするやん、こんなことやってるから、まあね、渋谷事変って何？チンポマン横山のわいせつ配信、親方のマンカスを鍵舐めるぞほど、意味がわからないか。ポコチン横山、もう自分で関係ないじゃん。それけチンポマン、出勤、じゃあ渋谷にポコチンマン、いや、わかりやすく、親方関係ないじゃん、だって。嫌、うん、だよ、だって関係なくなる。じゃあ渋谷にポコチンマンが来たぞでいい？じゃあそれに分かりやすくやね。もう嫌だ、渋谷にポコみたいな。ポコチンマンっていうのも嫌だな。でもあーダメだ、ここでプライド持つからダメなんだ。
親方関係ねえだろ全然さ。チンポマンがやってる。チンポマン。チンポマンって名前も嫌なんだよ本当にさ。今思ったけど、でも怒っちゃダメ、怒っちゃ。もう自分の中で葛藤してる。まだ市議会議員時代の先生と呼ばれた時代が忘れられないんだろうかな。明日の8時ね。いいのね、8時で。もう帰らんないよ、8時で。31日の、8時からやるってことで。いいよね、8時からで。うん。19時ってだって、19時は、なんで19時がいいのじゃあ。教えて。なんで19時がいいの？なんで19時の根拠があれば別にいいけどさ。19時がピーク、いや絶対違うでしょ。19時がピークなの？あ、ほんと？じゃあ19時に変えるよ。でも一人で着れないんだよな、あの服。一点問題があったわ。あの服をさ、一人で着れないんだわ。そこだけ。18時は無理無理。ほんで、渋谷から歩くよ、じゃあ、あんまり盛り上がってないんだったら、池袋まで。はい、もしもし。はい、きっちりとシミュレートしたんで、ばっちり当日着させていただきます。あ、手伝ってくれる？うん、あと俺、チンポマンって名前じゃないんだよ。いきなり、チンポマンっていう、俺まだ、チンポマンっていう名前になってないんだよ。でもまあ、後ろから着させてくれるんだったら、お願いします。ゴロリじゃねえよ。なんでゴロリってなるの？嫌です。じゃあ、そういうわけで、パッパッと枠取って、あ、枠だけ取っちゃって、じゃあ、19時からね。19時から、じゃあ、やります。明日ね。ただし、警察の方の言うことは絶対なんで。はい。今、取りました。今ね、枠取りましたんで、ね、明日19時から、お楽しみください。雨が降った場合は、中止とさせていただきますんで。よろしく、お願い、申し上げます。じゃあ、電車をね、満員なんだよね。うん。今日はもうさすがにあれやけど、はあ、よし、まあ俺もね、まあ怖いけどやるわ。じゃあ明日ということでよろしくお願いいたしますね。じゃあコメントありがとうございました。わーわー言うとおりますが、雨だと濡れるんだもん。だって雨だとさ、チンポマンの格好コスプレが濡れちゃってさ、びっしょびしょになるから、ベトベト張り付いてさ、もう脱げなくなっちゃうから、じゃあね、わーわー言うとりますが、お時間です。さようなら。電灯つけてトクトク、それ面白いかもね。あ、電灯つけてトクトクでチンポマンの格好をして乗るの？でも二度とそのイメージが払拭して、区議会議員になれない気がするんだけど、そんなことしたら。まあ、目立つけど、ちょっと、ここは怖いです。はい。じゃあ、ばあば言うとりますが、お時間です。さようなら。メカゴリの顔はあなたが ご自身で確認してください。じゃあ、さようなら。失礼いたします。